高校野球秋の北信越大会は明日から熱戦が始まります。今年は石川開催のため県勢は他の県より1校多い4校が出場します。来年春の選抜出場をかけた重要な大会、どんな展開となるのでしょうか。大会の展望を解説するのは HAB 野球解説者の須磨康彦さん。30年以上にわたって県立高校の監督を務め、退職した今も公式戦、練習試合合わせて年間およそ100試合を観戦するなど、石川県の高校野球を追い続けています。独自のネットワークで他県の情報も収集している須磨さん。まず県代表4校の戦力分析と1回戦の展開を予想します。石川県第一代表星稜は夏の甲子園準優勝のベンチ入りメンバーが6人残ります。層の厚い投手陣と安定した守りで先月の県大会を制覇しました。これで春夏と合わせて7期連続の優勝、石川の絶対王者です。1回戦では高岡第一と対戦します。投稿手にね、まとまってますよね、それと一戦一戦強くなってます。エースの鬼原君ですね、安定感抜群ですね、もちろん打の中心は内山君と前後打つ千田君、もしくは満塁男ですか、あの今井君ね、あの打撃は魅力ですね。私はね、星稜はこの1回戦が山だと思いますね、というのはね、富山で実力ナンバーワンは私は高岡大二だというふうに聞いてます、実際にね、非常に強力なね、打線ですね、ですから星稜といえどもね、これはあの油断になりません。第二代表は航空石川。県大会5試合でチーム打率3割4分8厘。伝統の打ち勝つ野球で北信越制覇を狙います。1回戦では高岡商業との対戦です。カテッカル君はね、やはり速球が中心ですね。140を超えるね、速球が武器なんですが、コントロールもね、まあまあなんですが、この前は少し悪かったですね。カテッカル君がもうあの自分の投球ができればね、かなり上に行けるような気がしますね。今までのような高岡商業の強力な打線なり力はないと思っています。ですから航空には十分勝機ありますね。第3代表は金沢商業。チーム防御率 0.89 の安定した投手陣で県大会は上位進出。ロースコアの展開に持ち込み、北信越でも躍進が期待されます。1回戦では富山県第一代表高岡光陵と戦います。金沢商業はね、あの何といってもね、2枚看板の、ピッチャーがおりますね。一人はね、エースナンバーを背負った、米澤君です。これは星稜戦でいいピッチングしましたね。低めにね、非常にコントロールされたストレートとそれからスライダーが良かったですね。もう一人はね、甲斐君ですね、甲斐君はね、米澤君よりもストレートが少し速いような気がします。そしてその打たせて取るという非常にコントロールのいいね、投手ですね。高岡光陵、富山県の優勝校ですね。この優勝校にはね、富山県ナンバーワンの1年生左腕ホーリー君というのがいますね。でこれはなかなかね、あの攻略するのは難しい、かといって金沢商業にもね、2枚の投手陣がいますんで、これは投手戦が期待されますね。第4代表は津畑。夏に続いてこの秋も県大会ベスト4進出。県大会5試合で12盗塁、積極的な攻撃で北信越も上位を狙います。1回戦は長野県大会優勝校の上田西と対戦。
この津幡高校がね、代表校までなったかというと、これはね、1にも2にもね、北橋監督の指導と、それとそれを信じた津幡高校野球部のね、全員野球、これに尽きると思いますね。津幡の上田西はね、本当に優勝候補です。非常に強力な打線であり、阿部君という投手がいますんで、津幡高校はもう本当に全員でもう勝ち負け考えずに向かっていくと、ね、いうふうな戦いになるんだろうと思いますね。そして冷静な口調で大会全体の展望を分析します。やはりね、星稜を中心にね、展開していくんだろうと思いますね。やはり星稜高校はね、投稿して一番まとまりがあると思います。でその対抗馬というふうに言われているのが、夏の甲子園でも活躍しました敦賀気比がね、投手残ってますよ。あの気比のね、ピッチャーはいいですよね。あと上田西が上がってきて、星稜には十分チャンスありと。そして、片方からですね、高校が上がってきたり、まあ、あるいは、金沢商業がひょっとしたらですね、星稜と戦おうということになるかもしれませんよね。はい、そんな展開になってくれれば嬉しいなと思います。明日から熱戦が始まる北信越大会、天気が気になるところですが、県立野球場の第一試合に星稜、第二試合には金沢商業、そして金沢市民野球場では第一試合に津幡、第三試合に航空石川が登場する予定です。台風の影響も心配ですが、とにかく県勢の活躍に期待しましょう。